5月6日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅に上昇しています。今日の全日経は全営業日5月2日との比較です。32円ちょうど高、26,850円53銭となりました。トピックス東証株価指数も 10.39 ポイント高、 JPX 日経400 99.49 ポイント高、それぞれ上昇です。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 60%、 1109銘柄、これに対して値下がりが約 36% の659銘柄、変わらずが約 4%、 70銘柄ほどあります。全体の6割強が値上がりしているという東証プライムの構成。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って堅調な展開。率としては朝日指数の中では大型株の上昇率が相対的には一番強い動きとなっています。商いは高水準です。東証プライム市場全引け段階の売買高6億8400万株余り、売買代金が1兆6198億円、節目の1兆5000億、1日として3兆円の目安となります。全引け段階での1兆5000億を超えて1兆6000億円台の売買代金となりました。通常の商いと比べてもだいぶ多い水準ということになります。東京市場は昨日まで3日間、祝日だったと、取引がお休みだったということもありますが、この間欧米市場では全体的に値動きが荒い展開となりました。特にアメリカの FOMC 連邦公開市場委員会で利上げ 0.5% の利上げが決まったということを受けまして、ニューヨーク市場では4日5日と大きく下げて上げる下げるする乱高下の展開となりました。ただ東京市場のお休み前との比較で見ますと、全体としては差引きしますと小幅な値動きにとどまったということで、東京市場では値頃間からの買い注文が流入徐々に入りまして、全3指数揃って上昇して全引けとなっています。もっとも昨日のニューヨーク市場が大きく下落したといった流れを受けまして、朝方はハイテク系の銘柄などに売り注文が出て、日経平均株価寄り付き直後には200円以上下げる場面もありました。ただその後は為替の円安傾向などが支えとなりまして、一旦売られた輸出関連株などにも徐々に押し目買い、見直し買いなどが流入して全体が押し上げられる展開となり、日経平均株価小幅ではありますが上昇して全引けとなっています。そういった中で個別銘柄全体的に上昇する銘柄6割を超えたという東証プライム市場でありますが、大手大型株の中でも NTT、9432などの堅調な動きが目立っております。 NTT は今日上昇しておりまして、株価水準的には2000年の IT バブル時以来約22年ぶりの高値を更新したという今日の前場の動きであります。アメリカの急速な金利上昇の影響が懸念される中でも、その収益への影響が小さいといった安定感などが評価されて、内外機関投資家などの買い注文が続いています。逆に下げた銘柄としましては、ハイテク銘柄、高 PR バリエーションの高いハイテク系の銘柄には売り圧力が続いています。代表格としまして、半導体製造装置のレーザーテック、半導体検査装置のレーザーテック6920、こちらは全引け段階で 5% を超す下落となりました。足元受注は好調ということで、確認は決算発表を受けて確認はされているんですが、ただ PR などバリエーションがやはり高いといったことがネックとなりまして、海外勢などの売り注文に押される展開です。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。